つも Now じゃ足りない足りない今日は花をちぎるそれじゃ獣スウェットマンサクサマイタ死んだ蘇れはいろいろなことがあったもうダメかと思った君が支えてくれた病んでた頭はイブの全てに呪った誓った愛した帰り。ただいま。はい。帰ってきました。そして、早速の大仕事。楽しみです。今日は何の日ですか？今日ですか？洞窟探索の日です。洞窟探索の日です。はい。おはようございます。おはようございます。どうですか今日は？いやもう。大抵あの天気に恵まれないねデイジーストリッパーですけども、ね、この眉復帰ということで、ね、それの MV 撮影栃木に来てますけども見事晴れということでね割れたいいですねなんかこう復帰一発目にこんだけ天気いいとねえなおちゃんうんなおですあれこの後さバンドショット上で撮るじゃん。うん。
それで終わり今日。甘いさん終わりとか。じゃあ今日はここまで。ほら先に待っててくれたファンの方にね、ちょっとどうですかこの撮影が今日、まあね、久しぶりだもんね撮影もね。あのね、俺ちょっと自分で言わせてもらうんだけど。もういいよ。あのさっきさシルエットのさ歩き姿のシーン撮ってきたじゃん、うん、洞窟の中で。俺絶対ね1年前よりも歩き姿がかっこいいわ。その模様をどうぞ。本番よーいスタート。オッケーです。あらす、ね、全員わかるのがすごいです。あらす。今まで何してたかね、こちらで。ロサンゼルス、おハリウッドに行って修行してきました、本当に。これ本当なんですよね。あのね、これ結構、でも帰ってきてからちょっとバンドマンの友達とかと会ったりとかしてさ、うん、飲んだりとかしてて、うん、で、実際どうしたのって、実際どうなの、うん、まあ言われるわ。大丈夫なのって、まあ心配もしてくれてる人もやっぱいっぱいいたし、友達とかもね、やっぱり大丈夫みたいな、うん、そう、で、実際何なのって、ブログとかではね、こう修行してくるよとかって書いてたけど実際どうなのって言って、本当にあの俺ハリウッドの方に修行しに行ってたって言ったら、本当だもんみたいな。あれそれガチみたいな。多分ファンの子もそう思うしね。なん誰も実際本当にガチなんですね。すごいですよ、やっぱ外国人の人とかと一緒にセッションしたりとか、ライブハウス邪魔してね。そうそうそう、でまあ本当に楽しかった。楽しいし、やっぱ上手い人多いからね、すげえへこむことも、へこむっつうよりも なんだよ畜生って感じかな。でもまあだから、うん、すごい楽しかったよ。いいですね。海外で覚えたなんかこれ使えるよっていう英語ね、うん、あのね、うん、これ俺最後まで意味が結構いろいろありすぎてあれなんだけど、うん、挨拶でこう朝こう会うじゃん、うん、おハローみたいな、ハローか、そう、ハローなんだけど、What's up って言われるの。で、What's up って調子はどうだいみたいな意味らしいんだけど、もうみんな答えを聞かずにもう通り過ぎていくの。え、なんで？要するにもう挨拶だけだから、もう調子はどうだいって聞くけど別に答え待ってねえみたいな。答え聞きもねえけど、ね、What's up って、はい、Good Good で、なるほどね、もうその頃には通り過ぎてるみたいな。やっぱ日本とはちょっと違うとこあるもんね。違うね。うん、そうそうそう。レイちゃんも、レイちゃんそういうとこある。何が？あ、俺は通り過ぎていく感じ？あ、じゃあじゃあなんか質問して、うん、何これなんだっつって、俺が言った瞬間に、うん、うん、って。本当に。たまにです。たまにね。多分ね、脳内で。うん。もう分けて。全部が全部じゃないですよ。もちろん。でもそうそうそう、向こうはそんなノリが多い。あー、なるほど。じゃあ俺海外行こうかな、俺も。おー、レイちゃんがと思った。おはようございます。タオちゃん、タオちゃん、これドッキリ。どこか無事穴潰しよう。っていうかこれフルセットで組んであそこ上げるのめっちゃ大変じゃない？え、これえ、くガチで組んでから上げるの？うん、いや、この状態ツアー前に気づいてよかった。え、バカになっちゃった？そう。え、どうすんの？いや、もうこれ売ってないから、こっから下別のもんにしなきゃ。ん？もうこれ売ってない。買い替えもうできないから、家にストックがまだ2つぐらいあったから。じゃあカメラの前のこれ見てるやつらに喧嘩売って。やった。え、それぶりっこじゃん。最後、ユーニーさんの足元から始まります。
して指3本ずつ転向して前に、ここから左右の本番用意スタート。すいません、大して面白いことがあるんですよ。おぉ、こういう感じ。あ、4対1。うれしそうに見ねえよ、お前。4対1だ。いい表情です、ね。アーシャー、これアーシャーになるじゃん。いつもの風景がね。こんなにバラバラじゃない。やべえや。OK。すげえ。これなんか、聞くところで、歌詞の聞くところで、ちょっと使っていきたいなと思います。はい。では、バックします。はい。まあ、最初横向いてて、こう、用意スタートで、こう、周りで、こっち、外、こう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 。で、ちょい下向いて、ちょっと、ちょっと行き過ぎちゃいました。どうでしょう？良いと思います。片道14時間、モスクワで乗り換えてね、ギリシャまで来てよかった、本当に。体もこう、こっち。基本は、すごいよ本当にね、今回ね、あの全てが全部こう噛み合った瞬間っていうのがね、うん、スタッフさんとメンバーの意思と、もうスタイリストさんもメイクさんも全部のね、そのなんだろう、意思統一みたいなのがすごかったから、なんだこれはもう作品のね、破壊力半端ないと思う。史上最高の作品になるんではないかと。本当、いや絶対ない、これは見せたいね、早くね。そうね、眉がやっぱ復活して第一弾だし、すげえ、もうなんか生まれ変わった、デイジーが生まれ変わった、デイジーが生まれ変わったってことが今日ね、撮ってる画面で俺はすごい、なんだろう、目で確かめられたから、すっげえ楽しみですね、これから。かっこいい作品ができて、またみんなの元に届けられるのはすごい嬉しいなと思います。どうもありがとうございました。よっしゃよっしゃ、皆さんどうでした？終わった、うん、長かった、でも楽しかったけど、全然ね、一言でまとめるとな、デイジーストリッパーがやればな、何でもかっけんだよ。
上になります。よっしゃー、よっしゃー。アレストの、MV 撮影すげえ長かったな。今までデイジー7年間やってきた曲で多分一番長かったな。もうだって俺20、30時間ぐらい起きてるもんな。記録だけで立ってる感じはするけど、まあそれも含めてなんかいい作品になったと思うし、なんかみんなやっぱかっこよくなったね。うん、そこを見てほしいかな。細かい演出たくさんあるけど、そういう理屈じゃなくて感覚で捉えてほしいかな。デイジーストリッパーっていうものを、かっこよくなった一人一人が集まってできたこの5人のアレストという曲を存分に感じてくれたら嬉しいですね。でライブで俺らがみんなをアレストさせてやると、心停止させてやるという願いもこもってるんで、うん、ライブで会いましょう。というわけで、この眠いよ俺は。膝を貸してくれ。お疲れ様でした。よっしゃお疲れでした。はい、ありがとうございます。全部が全部が終わりました。はいはい、久しぶりでした俺は、ね、いやもう本当に、ね、またこうやってこの5人で作品を作って、なんか今回のシングルもね、そうやってまたこの5人で前を向こうっていう気合が入った作品です。いいメンバーだな。あ、はい、最高でした。最高でした。イエー。もうだって何時間起きてんの俺ら。そうだよ、今何時ですか。いやもうガチで30時間ぐらい起きてんだよ。30時間起きてる。私たちね、もうライフ、またまね、ライフもう2しか残ってないからね。えい、じゃあ最後に、えい、デジストリッパー、おい、えい、というわけでみんな改めて一つよろしく。はい、お疲れ様。